真央ちゃんグローイングアップ、高校1年生のカルメンとして登場です。オリンピック出場資格はなかったものの、順風満帆に思われたシーズン最終戦で世界ジュニア連覇を飾ることができませんでした。韓国のライバルキム・ユナに敗れるという結末。そこから、そこをバネに始まったと言っていい浅田真央の今シーズンです。ここからはシニアのもう真剣勝負、本格挑戦ですよね。そうですね。まあ、でも本当にあの幼さが先シーズンまでは残っていたんですけれども、今シーズンはそのなんていうんですかね、表情の作り方ももちろんそうですし、本当にもうスケーティングの伸びが改めてまた良くなってきたなというのを感じますね。まあ、ですから国分さん、はい、いつまでも真央ちゃん真央ちゃんと言ってられませんね、我々もね。そうですね。でもその世界の同世代、先ほどお話聞いたんですけども、同世代、いや今ライバルという形よりかは今私は追う立場というコメントをいただいたんですよね。その姿勢がまた真央ちゃんを強くするんじゃないかなと思いましたね。なるほどね。いつでも挑戦していく気持ちを忘れずにという感じですね。はい。その奢る気持ちがないというのがその浅田真央選手の強みでもあると思うんですよね。いつでもこういろんなことに興味を持ってそして挑戦していくということは大事なことです。ダブルアクセル、余裕がありますね。当たってビールマンスピン、私も決まってますね。浅田真央シニアへの挑戦、このカルメンで幕を開けました。